負けてたまるか大作戦、頑張っていきたいと思います。発表会を開催いたします。続きまして青山学院大学お願いします。青山学院大学の原でございます。いつの間にか監督歴20年ということで、これはあの中央大学の川崎監督、神奈川大学の大学監督に続きまして3番目に長い監督歴となりました。振り返ってみますと、81回大会から予選会参加させていただきまして、当時は出場することを夢見て頑張ってまいりました。まあ、今日優勝しかですね求められない大学へと、まあ、成長したのかなというふうに思っております。まあ、その中でですね、キーマンを挙げる、今年の特徴は各世代にですねエース級のランナーがいると、4年生佐藤、3年生太田、2年生黒田というところだと思います。キーマンはですね、やはりこの3人プラスアルファ、やっぱり箱根駅伝は山登り山下りだと思います。精一杯頑張っていきたいと思います。恒例になりました原監督箱根駅伝シリーズ、大作戦シリーズでございますけれども、やっぱり負けると面白くありません。カメラはどちらでしょうか、あそこだったでしょうか、負けてたまるか大作戦、頑張っていきたいと思います。4秒ほど、1分間のお時間4秒ほどオーバーいたしましたけど、助けにしたいと思います。